はい。ゴルフエヴァンジェリストのりょうです。今日は昨日お伝えした通り、しぶこちゃん情報をお伝えしたいと思います。出場人数が限られているアジアシリーズ、まあ、現在の段階での状況どうなのか、出場できるのかできないのかと。まあ、特にね、しぶこちゃん以外にも、今 CME ランキング、あの、アメリカ女子ツアーのポイントのランキングが71位のしぶこちゃんと、あと78位の勝みなみちゃんと、 81位の西村ゆなちゃん。この3人がね、どうなのかが心配な方もいらっしゃると思うので、お伝えしたいなと思います。もちろんね、80位以内に入ってシード権を取るっていうのがみんな目標だとは思うんですけどもね。はい。で、今週ですね、9月29日から10月1日まで。まあ、短いんですよ。29、30、1日とね、3日間開催なんですけども、まあ、ウォールマート。 NW ってこれ、ノースウェストですね。ノースウェスト、アーカンソー。これは、笹ゆかちゃんと、渋子ちゃんと、勝みなみちゃん、そして西村ゆなちゃんが出場する予定ですね。まあ、日本ではね、日本女子オープンが始まりますけどもね。まあ、これには、あの、エッティが出ますのでね。エッティが出るので、まあ、あの、エッティはこっちには出ないんですけども、 畑岡奈紗選手は、奈紗はお休みということですね。で、あのー、日本女子オープンはね、かつみなみちゃんディフェンディングチャンピオンでね、まあ3連覇がかかってたんですけどもね、今2連覇中だったんですけども、日本はお休みしてスキップして、まあ、あのー、やっぱりアメリカツアーに出場してる限りはね、やっぱりシード権取らないとということでね、こっちの方に出ます。はい。 日本女子オープンはエッティだけですね、アメリカ女子ツアーに参戦している、参戦してる、参戦してる <laughs> メンバーとしてはね、はい。まあ、あの渋子ちゃんも出ますし、まあ、順位を上げていってほしいですよね、あのー、まあ、そんなに強豪があの出る試合ではないので、まあ、短期決戦ですしね、あのアメリカ女子ツアーではね、4日間がほとんどなので、3日間の開催っていうのはちょっと少ないのでね。 まあ、スタートダッシュ決めてて頑張ってほしいいなと思いますでその翌週なんですけども10月5日から8日これは5678で4日間ですねこれはあのア,センンアセンダント LPGA これ渋子ちゃんと勝みなみちゃんと西村優奈ちゃん出ますはいまああのこの2試合ねあのアメリカツアーアメリカで行われる大会ですけども渋子ちゃん両方出ますよ 勝みなみちゃんも西村由奈ちゃんもぜひね、なんとかしてアジアシリーズ入る前にね、まあ、順位を上げて楽勝で出れる順位に行ってほしいなと思うんですけども、まあそのアジアツアー、10月12日から始まります、中国が最初ですね。12、13、14、15、4日間開催。ビューイック、LPGA、上海。 中国で行われますこれはアメリカ女子ツアーのメンバーはポイントランク上位62人まで出られます。ですけども62人じゃダメじゃないかって言うかもしれないですけどあの出ない人多いんですよね。あのアジアにはあの出ないっていうあの欧米の選手が多いので。でまあ,あの上位の人たちでねあのわざわざそこまで出なくてもっていうね、まあ、あの日程的にきついし。 あの飛行機の時間、まあ、乗ってる時間とかも長くて体疲れちゃったりっていうのもあってね、アジアツアーね、あのスキップする欧米の選手いますから。であの、日本からは畑岡奈紗選手、奈紗と渋子ちゃん、渋野日向子選手と、勝みなみちゃんと西村なちゃんもエントリーされていて、今のところ、ジョイ中に入ってますので。これが まあね、勝みなみちゃんや西村ゆなちゃんより今の CME ランキングポイントのランキング下の方の人が順位を上げてね日本人選手2人を、ね、抜いちゃうようなことがあれば出れないっていう可能性もあるけれども、うん、なんとか大丈夫ではないかなと思いますねはいこちゃんは出ますねそしてその次韓国で行われますね10月19日から22日までの BMW ですね。去年、ぶ子ちゃんがね、ホールインワンした大会ですよ。ね、あのー、この大会はポイントランク上位68人まで出れるんですけども、この,この大会は今のところ、エッティ、古江彩香ちゃんと笹々ゆかちゃんとナッサーですね。畑岡奈紗ちゃんとぶ子ちゃん。で、 あの、ウェイティングの順位、あの、まだ順位の中に入ってないんだけど、欠場者が出れば出れますよっていう、ウェイティング、あの、待ってる、あの、順位ですね。その優先順位、2位が勝みなみちゃん、5位が西村ゆなちゃんですね。5人、あの、欠場者が出れば、ゆなちゃんまで出れると。それか、もしくは、あの、ポイントのランキングを上げて、あの、中に入ると。 いうことがあればあの出場することもできますしもしかしたら欠場するメンバーが、ね、出てに西村優菜ちゃんまで全部出れるっていう可能性もありますねはいそれからその翌週はマレーシアで行われます10月26日から29日までねメイバンク選手権っていうんですけどもこれも68人までポイントのランキング68位までの選手が出れますねで この大会は、エッティ、佐藤ゆかちゃん、ナッサーとしぶこちゃん、そしてかつ南ちゃんも入っています。で、西村ゆなちゃんは今のところウェイティング1位ですね。1人欠場者が出れば出れるという位置にいます。まあでも、これが順位下がってしまう可能性もあるし、上がってウェイティングしなくても決定というあの順位になるかもしれないし、それはもうこれからのね、あのゆなちゃんと 勝みなみちゃんと、まあ渋子ちゃんもそうですけども、その選手の頑張り次第ということですよね。で、一番心配だった、日本で行われるトートジャパンクラシックですよ。これはあのポイントのランキングは43位までの選手が出れません。43位です。だけど、欠場者が多いんですよね。で、今のところ、もう、あのー、 アメリカツアーに参戦している6人全員出れる予定です。エッティも、笹ゆかちゃんも、畑岡奈紗選手も、まあ、この3人はね、もうランキング上位ですから決まりですけども、しぶこちゃんも、勝みなみちゃんも、ゆなちゃんも今のところ入ってます。まあ、あの、去年はね、あの、領収書くださいのね、あの、台湾の周唯林ちゃんもね、あの、 出てたんですよあのポイントのランキング去年82位だったんですよ、シュウ・ウェイリンちゃんね。このウェイリンちゃんが82位、ポイントのランキング82位でも出れたんですよ。やっぱりあの日本に来たくないと、来たくないっていうかね、出ないという選手が多いのでね。本当は43位までの選手までしか出れないんですけども、欠場者が出て、あの去年は82位だったシュウ・ウェイリンちゃんまであの 出場順位が繰り下が下ったとということなんですけどねシュウ・ウェイリンちゃん去年14位タイですからねあの、サクちゃんと同じ順位でしたね、小岩桜ちゃんと同じ順位でしたよ。まあ、頑張りましたよね。あの去年 BMW でホーリーンワン渋子ちゃんがしたときに同じ組だった選手ですよね。渋、まあ、子ちゃんの,の YouTube チャンネルに 笹生優かちゃんとねあの練習ラウンドしてるぶ子ちゃんが映されてる時にたまたま映り込んできたシュウ・ウェリンちゃんがね「あ領収書ください」ってね日本語を言ったんで、まあ、この選手もねなんか仲いいみたいなのでぜひね応援してあげてほしいなと台湾の選手ねどんどん出てきてますよね今絶好調なのがねあのステップアップツアーで優勝した ウー・チャイエン選手も台湾でしょう。ねもうこれから台湾の選手もどんどん出てきますよ。中国が出てきたのでね、台湾の選手もどんどん上がってくるんじゃないかなと思いますよね。で、やっぱりしぶ子ちゃんには、まあ、あの、南ちゃんもゆなちゃんもそうだけど、ぜひね、ツアー最終戦にも出てほしいなっていう気持ちはありますね。あの、アメリカ女子ツアーのツアー最終戦は、 CME ランキング60位までしか出れません。あの、日本の最終戦のリコーカップもそうでしょう。あの、優勝した選手、今年優勝した選手と、あの、それでも、あの、枠が埋まらなければ、メルセデスランク上位順に枠が埋まるまでっていう条件があるのでね。まあ、40人ぐらいまでしか出れませんから。それと同じでね、CME ランキング60位までの選手しか出れないんですよ。60人しか出れないので。 こ,れここに入って欲しいんです今71位だけどね渋子ちゃんね順位を上げてここに入って最終戦に出てほしいなと思うわけですよね優勝賞金200万ドルですから、ね、今日さっきドル円調べたら今日148円ですね 1, 1ドル,ル148円もし150円になったらね優勝賞金200万ドルだから3億円だよね 4日間の試合で優勝したら3億円です。はい。男子のツアーはもっとだけどね、桁が違うけどね、10何億だけどね。まあ女子のツアーとしてはね、破格の値段ですよね。まあ、お金じゃないけども、ないに越したことはないからね。はい <laughs>。まあ、お金、お金ってね、選手は言わないかもしれない。まあ、かみなみちゃんは、 ジャンクスポーツとかでね、言ってましたね。お金には魅力がありますね。って言ってね。結婚するなら、スポーツ選手がいいか、芸能人がいいか、IT 企業の社長がいいか。誰がいいですかやっぱり IT 企業の社長だそうですね。<laughs> かつみなみちゃん、やっぱりお金には魅力がありますと言ってましたからね。まあ、みなみちゃんも、ゆなちゃんも頑張ってね。このランキング60位まで、ねえ、 入れば、この優勝賞金200万ドルの試合に一発かけてみたらどうですか <laughs> 一発かけてっていうかね <laughs>、出るからには優勝ね、可能性がゼロじゃないですからね、出ないとね、ゼロだけど、出るんだったら、出場できたらね、優勝の可能性は0%じゃないわけですからね、ありうる話なのでね、ぜひ狙っていってほしいんじゃないかなと思いますけどね。 はいということで今回あのしぶ子ちゃんは今のところアジアツアーアジアシリーズね全部あのノミネートノミネートっていうかエントリーされていますしまあしぶ子ちゃんのことなのでねあの左手の怪我とかが再発しなければあの全部出てくれると思います。あの順位も 下がらないいと思います下の階の選手にね、ランキング下位の選手に抜かされるってこともちょっと考えにくいのでね、渋子ちゃんファンの方はあの大丈夫だと。まあ,あの、確定ではないですよ、確定ではないけども、私としては渋子ちゃん推しなのでね、まあ大丈夫だと思っております。はい、まああの 多分大丈夫だと思いますよ。あの、ゆなちゃんも多分全部出れるんじゃないかなっていう気はするんですけどね。韓国の BMW が一番厳しいかなと思うんだけど、ここもちょっと順位上げればね、いけると思うんだよな。で、出ない選手とかも出てくるんじゃないかなっていう気がするんで、まあ、いけるんじゃないかなと。ね、ゆなちゃんまでて多分出てくれる。 ようになるんじゃないかなっていう。私はあの勝手に思っておりますけどね。どうなるか、ちょっと今後のあの状況もね。見ながらあの見守っていきたいなと思います。ではまた。